よし、カモンジャンボ、みんなジャンボ、ジャンボ、声が小さい、ジャンボ、ジャンボ、オッケー。今日は初めての公開収録です。ねえカモン、オーライ、センキュー。たくさんのファンが来てくれました。はい、ありがとうございます。はい、いや、ということで今日は初めての試みですね。公開収録をしてみようと、うん、おかげさまで、皆様のおかげでこうチャンネル登録5万人、なんと今現在6万人までありがたいですね。はい、達成しまして、まあ、その感謝を込めての、まあ、記念のイベントということで開催してございます。これからますます、頑張っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今日はホイコーロイエーイ。ホイコーロ、ホイコーロ好き？あ、ホイコーロ好きですね。本さんは大好きだね。みんなは好き。よし、物分かりのいいお客様で、ホイコーロいいですね。いや、いいよ、好きだよ、みんな本当に。ねえ、だって嫌う理由ある？ないね。豚と、ねえ、いや、そう、キャベツと、ね、キャベツと、うん、油と、うん、ちょっとピリ辛でさ、甘くてさ、甘味噌で、ご飯に合うやん。やっぱ ABC で定食あったらホイコーロ選ぶよね。いやそうだよね、生姜焼き、唐揚げ、ホイコーロだったら、まあ、生姜焼きと唐揚げの方が食べたいかな。ライバルがちょっと強すぎた、強すぎたね。ラーメン食べに行こうと思って、うん、中華料理屋入っても、うん、ホイコーロでしょだったら迷うよね。ああ、そうだね、迷う。そう、今回作るホイコーローはみんなが家で今まで作ったことあったり頭の中でイメージしているホイコーローとおそらくかなり違う。あ、ほんと、ホイコーローってそもそも家で作るんですか？僕クックドゥしか。あ、いや、クックドゥでもいい。そうなる。いや、自分で作ったらね、やっぱり美味しいと思うな。まあ、食材とかは、まあ、中華とかをちょっと作る人ならある食材、はいはいはい、まあ、本当はその四川のホイコーローと今日本で食べられているホイコーローっていうのは実は結構違うのさ。今日本ではさ、キャベツがやっぱりメインになるじゃん、はいはい、ピーマンとかさ、はいはい、まあ、今回は俺はそれのやつで作るけど、あの本場はこう中国では葉ニンニク、葉ニンニクで作るらしいのさ。で、葉ニンニクは日本では非常にマイナー食材なわけで、なるほど、それをキャベツとピーマンでやるっていうのが、うん、四川飯店を始めたチン・ケンミンさんが日本流にアレンジしたやつなわけですよ。で、俺はそのやっぱりこう今日本でこのやってるこの文化、今日本でこう育った文化のホイコーローっていうのもね、非常にこう尊いと思ってるから、うん、まあ、その日本 の、 そのキャベツを使ったホイコーローだけど家でやるのとは全然違 う、 こう中華のちゃんとした手法も交えたホイコーローでお送りしようと思います。それでは今日はホイコーローやってまいりましょう。ココカローズキッチン。それでは材料紹介です。カモン、肉。これは何肉ですか？これ豚バラ肉ですね。ブロックでこうやって売ってたりするよね。で、ね、多分買えないと思うけど皮付きの豚バラ肉がいいんだよな。わかる？ほら、ちょっと毛穴あるやん。皮付きの豚バラ肉っていうものが中華の食材屋さんとか、あと、まあ、肉屋さんとか専門店に行ったら売ってるかもしれないんで、万が一売ってたら皮付きのやつを買ってください。ついてなくてもいいです。これはね、やっぱりちょっと食感がねいいんだよね。あ、そうなんだ、うんうん、豚肉をね一回ね茹でるのさ。みんなホイコーローって言ったらその生のさ、スライスした肉炒めて作るって思わないですか、うん、実はホイコーローのホイコーっていう貝肉っていうのは、うん、そう、中国語でフェイグオって言うんですけど、一回その熱した肉を再び別の調理に使うっていうことをそのフェイグオって言うんですよね。鍋を回すからじゃないんだ。そうこうやって回すからじゃない、肉を回すんだな。回すっていうか、だからこれを一回茹でるね。その時に茹でる時に使うみんな大好きネギの青いところと、生姜スライス、まあ、2つ溜めても溜めても、うん、溜まっていかないね、ネギの青いところね。まあね、これはなくてもいいよ。みんなネギの青いとこないと作れないとかそういうわけじゃないから。キャベツ、これもね、まあ、肉と同じぐらいの量やっぱり欲しいね。ネギ、白いところ、あ、ほら両方使うじゃんこれ、ちょっと短い、うん、ピーマンだね、これが具材群だね。ニンニク、豆板醤、甜麺醤、トーチをね、俺全部トーチ醤にしちゃってるんだよね本当は、普通のトーチの方がいいで、俺はまあトーチ醤使うけど、うん、トーチは豆みたいな感じなのさ。だからそれは、まあ、洗って、まあ、粗く刻むっていう感じだね。合わせ調味料は醤油、紹興酒、まあ、砂糖に胡椒少々、うん、はい、うん、で、あと仕上げに使うやつはラー油とごま油。ラー油は香り高いラー油を使ってくださいね。できれば自分で作ったやつがいいな。自家製ラー油、山椒っていう感じだね。よし、調理に取り掛かろう。おい、
まず、はい、湯を沸かす。深手の鍋に湯を沸かす。うん、深手のね、あのそう豚バラ肉が、まあ、浸かる程度のやつをグラグラと、うん、グラグラとお湯を沸かすね、うんうん、でここに、まあ、豚バラ肉とこの生姜とネギを入れる。入れるときはこう皮を下にしてね、こう滑り込ませる。で生姜とネギと、うん、皮にね、こう先にこう火を入れたいから入れて、はい、また沸騰してきたらちょっと弱火にする。こうポコポコぐらい、あまりグラグラっていう感じでやってるとあの肉がちょっと硬くなるから、このぐらいの感じだな、はい、泡がこうたまに出るぐらい、うん、そう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 、はい、このぐらいでやっぱり調理していくと肉がこう柔らかく茹で上がります。でこれで、ね、まあ30分ぐらいも煮ればいいかな。こうネギは斜め切り、こう斜め切りだね、こう斜めにこんな感じで。キャベジンはさ、キャベジンちょっとしなっとなっちゃった。キャベジンはこれ手でちぎろうか。この葉っぱの部分包丁で切るよりね、この方がね、なんか美味しいらしいんだわ。サラダとかもさ、そうやん、なんかレタスとかさ手でちぎるやん、舌触りが違うみたいな、うん、そう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 、あの手段。あとはまあ繊維が壊れないとかそういう感じ。茎のところは入れない方が、あ、いやいや、あのね、それがまたね、一つポイントがあるわけですよ。茎のところは薄切り、お茎のところあるでしょ、こうやって、うん、お茎のところはこうやってこう薄切りにする。こうこんな感じ。へえ、うん、ここは硬いから、硬いからこの茎のとこだけこう薄切りにする。こうへえ、これちぎりングする。ほいでピーマン、ピーマン、そうピーマンは種と綿を、綿ったらここの白いとこさ、種取るでしょ、種取って、でここのさ白いところもさ、ここもさこう手でさ取ってやると丁寧、そう綺麗だし食感もやっぱりちょっと違うよね。まあでも気にしなくていいかな、家で食べる分には。それでこう白いところもこうムチ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 してやる。まあこれは切っていくね、まあ、三角形を目指す、目指す目指すの、ね、目指す、厳密ではないってことですね。厳密ではない、まあ自分で食べれないよ、まあ、三角形の方が映えるからっていう感じ。うん、こんな感じだ、ほら、はい、わかる、うん、なんか三角目指した感あるでしょ、たまに四角のもあるけどさ、こういう感じですね、うん、うん、はい、まあこんな感じになりましたと。用意してあるよと、うん、用意してあるよと。でこれをもうちょい半分ぐらいのあれの方がいいかな、こう割と厚めに切っていく、まあ、3ミリから5ミリぐらいかな、こんな感じ、うーん、こんな感じだな、はい、いいね、なんていうんだ、薄い角煮みたいな。やっぱりちょっと油多いな、難しいね、でもね、まあ、だから肉を買うときにやっぱりバランスいい肉、まあ、そうだよね、さっきの良かったね、ベストの、さっきの良かったわ、まあいいや、できれば赤身の部分が多めの方がいいかなっていう、そうバランスがいいやつの方がいいかな、はいはいはい、中華鍋じゃなくてもできるけど中華鍋が理想だよね。でこの調味料は混ぜておこう、後から鍋に入れるけど、この混合調味料のやつ、まあ醤油、紹興酒、砂糖、そう、お、あ、いい感じですか、いい感じです、まあ、砂糖醤油みたいな感じで、ね、あ、でこれそう、紹興酒なかったら日本酒とかでもいいよ、アルコール味が少しあった方がいいってことですか、そうだね、これじゃあ炒めに入っていく感じで、そうです、炒めに入っていくことです。え、よしよし、まず肉焼くと思うでしょ、お、焼かないの、焼かない、ピーマンとキャベツに油通しをする、まあ、ピーマンとキャベツを炒める。でフライパンを熱くする、煙が出るほど熱くなくてもいいかなっていう感じだな。そう、まず1回その中華鍋とか使うときやっぱ油回しっていうのが必要になるけど、俺はそんなに、まあちょっと煙出るぐらいまで温めたら、割とたっぷり油入れましょう。ここはわあ、すごい、すごいよこれ、うん、大さじ 3ぐらいですか、いや、もっといい、もっと、これキャベツとピーマンを入れて、ちょっと軽く炒めるわけだ。あんなに油あったのにもうすごい絡んだと、絡ませるってことなんですか、まあそう、油を絡ませながら火を入れる、ほうほう、このぐらいかな、野菜が軽くしなっとなるくらいまで、美味しそうですね、まあ、200度ぐらいかな、フライパンの温度は。で炒めて一回揚げとく、まあ、チャレンジ、油切るほど油入ってなかった、これはじゃあもっと油あってもよかった、そう、油あってもいいけど、この、いや、これ家でやるな、この油もったいないからね、ああ、そうだ、うん、こんなもんでいい、いい匂いするね、キャベツ炒まさった、一回よけるんだな、そう、いや、で、中華の炒め物、野菜炒めとかそうだよ、どうやったら美味しくできるかっていうと、うん、そう、肉とか火の通りにくいものは一旦この油通ししておいて、で、後からその強火で調味料と絡めて終わりみたいな感じだよね、うん、だからサラダみたいな感覚で
作るっていうよ、なんか中華の炒め物って熱を通したサラダみたいな。で改めてフライパンを、今度はそんなに強くない、中火ぐらいだな、中火ぐらいで温めて、ちょっと油を、今度はそんなに多くなくてもいい、普通だよね、うん、で全体になじませるでしょ。鍋肌のところにこの豚肉をさ、この焼肉感覚、熱いじゃん、もう今そこが油すごいじゃん、はい、あーもうすごいじゃん、あーすごいじゃん、熱いよ炒めるっていうか焼くっていうか、焼肉だ、そう、はい、これ何のためにやってるか分かる人、はい、どうぞ、正解、モロ君正解ここでこう入り焼いていくことで、こうメイラード反応をこの肉につけたいわけよ。だけど焼きすぎない、焼きすぎたら硬くなるから、一回火に入れてんだもんね。だからね、こうさ、この分かる、このメイラミ、メイラミがつけば OK、 で裏側も焼く、跳ねるのはさ、さっき茹でててさ水分が入ってたからね、なるほど、ちょっとキッチンペーパーとかで水分切ってやってもいいかもしれないね。まあ豚の油が跳ねてるのもあるけど、その水をちゃんと切ってやった方がいいですね。いい感じに焼けたね。でしたら、あ、ニンニクをね、刻むのを忘れてたね、まあ肉入れる前に刻んどいた方がベターだね。そうだ、みじん切り。でも入れるタイミングは両面焼いてから入れるんでしょ、ね、あ、そう別にそんなに、うん、あのね、でもさ、中華とか、いやチャーハンの時もさあれだったけど、あの全部ね、全部その、うん、慌てないようにその手元に置いとくっていうのが重要だから、俺とかさ、こうやって、あ、忘れてたとか言ってさ、うん、できるけどさ、俺これ3分はかかるもんね。そうでしょ、刻んでたらこんなに入れんのニンニク。でまあ相変わらず、まあ、中弱火ぐらいじゃない。でこう肉が焼けたら、まあ、真ん中にこう豆板醤を入れてちょっと油で炒める。豆板醤はそのまま入れてもあれな、美味しいんだけど、このちょっと油でこの炒めることにより豆板醤の真の力が発揮される。なるほど、辛みとか旨味とか香ばしさとかが生まれるから。高温だとね、すぐ焦げついちゃうから弱火じゃんきゃダメなのさ。それでこのじっくりって感じ、わがままだね、うん、わがままボディボディではないけど、あのピーシン豆板醤余ってて困ってるっていう人いたら、ピーシン豆板醤使ってもいいよ。ここにトーチとヌンヌク入れたら、これさっきの小豚ちゃんたちも合わせてこう混ぜ合わせてやるね。うわ、匂いすごい。あ、来たね。来たね。いい匂いするね。で、そしたら火を強火にする。お。ネギを入れる。で、さっきの火を通したキャベツとピーマンを入れる。すごい緑だね。あら、おいしいお店のホイコーローだよ、これ。さっきの混合調味料を鍋肌から入れる。鍋肌から入れる。はい。甜麺醤を入れる。甜麺醤入れる、うん、でこれも大きく混ぜ合わせる。あ、今ラジオ体操みたいだった。うお、調味料を入れる。大きく混ぜ合わせる。で、あ、すごい、全体に火が入ったら、ホイコーローだ。仕上げにごま油とラー油を入れて大きく混ぜ合わせる。完成です。あ、すごいホイコーローだね。そうでしょ、なんかあの黒いのを入れたあたりからグッとホイコーローだね。何途中、何心配してんの。あ、いいっすね。いい、美味しそうなやつできましたね。もういいね、ゴージャス、いいね、ゴージャスデリシャスデカルチャーだね。もう、あ、白もいいな。白の方がいいっすね。よし、ココロズキッチン、今日はこれで決まり、ホイコーローです。じゃあ行ってみるかい。はい、食べましょう。じゃあそれじゃあ皆さん食べてみましょう。いただきます。いただきます。よし、うん、ご機嫌うまい。あー、よかったです。ありがとうございます。あー、美味しい。まあまあまあ、うん、うん、そこら辺の中華屋さん目じゃねえ。やばいね、これは。そこら辺の中華屋さん見てたら怒られる、うん、美味しいな。美味しいな。美味しいよね。美味しい、押し付けるね、うん、正直これ文句のつけどころがない自信があるな。あ、ホッピーが欲しくなる。そう、お酒および米と共に食べるのがベストですね、うんうん、いやー、これはいいんじゃない。うん、これは家で出てくるもんじゃないよ。
このさ、皮の感触わかる？このなんかちょっとムニムニしたさ、うん、これ皮これ肉とかキャベツ余ってるから後でまた作りますから。あー、なるほど。でさ、うん、またさ、噛んだらさ、こっから脂が出てくる感覚とか、うん、なんか違うじゃん、家で食べない感あるやん。これはめえな、お米をください。はい、言ってんだろこいつだろ、欲しくなるよな。めちゃくちゃうまい。まあ、いや、そう、やっぱりね、ホイコーローを作るとき、まず一番最初にやるのは米を炊くことだね。うん、あー、もう、うん、美味しいよね。これ油がちょっと結構さ、その炒めるとき、その油通しするときも油使ってるし、その後ラー油とかごま油とかも入れてるけど、このちょっとまた油っぽいのがいいよね。うまい。うん。気になる人はやっぱり油通しした後のキャベツとか、こうしっかりこう油切ってやったりしてもいいね。うん。うわー、ナイス。深夜の3時にアップデートしてやろう。ヘロか。もし手に入ったりスーパーとかさ、八百屋さんとかで葉ニンニク見つけたら、これをあのキャベツを葉ニンニクに変えて作ってぜひ見ていただきたい。僕あの、あとニンニクの芽でもいいしさ。ニンニクの芽美味しいよね。うん、うまいな。なんか美味しいな。いというかこれ焼肉のタレとしても優秀じゃない。そうだね。このタレだけでも、いや、まあ合わせて火通したらまあそんな感じだよね。美味しいね。うん、かけるラー油みたいにして食べる。うんうんうん、これはうまい。ホイコーローを作るねって言ってこれ出てきたら引くね。これでもクックドゥより美味しい、うん、美味しいと思う。いや、そりゃそうや。まあでもね、クックドゥもやだいぶ迫ってるよ。そうですね。いや、クックドゥのやつでもさ、豚肉一回茹でてこれやったら、いや、いや、絶対美味しいんじゃない。皮付きの豚肉買って湯通ししたら違うかもしれない。いや、そう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 。いや、普通はあれ、薄切りの豚肉で作ってくださいとか書いてあるけどさ、はい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 、この肉使ってみたら、違うと思うな。今回も自信に来、自信に来、中華に自信に来。いや、ま、納得の出来です。お客様にお出しするのに全く恥ずかしくないものができたと思います。なので、皆さん、ぜひとも見ている皆さんはこれにグッド評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは、じゃあ行きますよ、皆さん、いいですか？せーの、したっけ。ありがとうございました。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いします。福山雅治で。